こんにちは。現実派霊能者モッチーのサブチャンネル、ここだけの話です。今日はね、ちょっと音楽についてお話ししたいと思います。あのね、まあ、私の本当に個人的なお話なんですけれども、下のね、詳細欄のところにちょっと話させていただいたアーティストさんのリンクを貼っておきますので、はい、見てみてください。で、まず最初に紹介するのは、ちょっとねブログでも少しだけ触れてたことがあるんですけど、ジェフ・ミルズさんというね、あの方がおられます。はい、でジェフ・ミルズさんっていうのはね、あの、まあ、DJ さんというか、うん、あのテクノ系っていうのかな、あのターンテーブルとかこう回してよくわかんないですけども、それをビリーってこうしたりする人ですよね。そういうこう DJ っていうのがなんですけど、うちの、ね、旦那さんがもともとテクノ系とかが好きで、うん、あのまあ、それで知ったんですけれども、まあ、テクノ系とかいろいろ聞いてみて、まあ、なるほどなるほど、結構いいなとかね、うん、なんか聞いてはいたんですけれども、その中でももう飛び抜けてもこれ宇宙とつながっちゃってんじゃん的な、もう すげえ方がおられてですね、それが、まあ、ジェフ・ミルズさんという方なんですけれども、あの多分ね、あの方ってあの本当シャーマンかなっていう感じなんですよね。自分で自覚ももしかしたらないのか、まあ、あるのか分かんないですけども、まあ、そういう、こう工事の存在とつながることによって、もう自分のこうプレイはしてるんだけれども、意識して、やってるのかなっていう、自動的に動いちゃってんじゃねえかなっていうぐらいすごいんですよね。で、何がすごいかっていうと、もう哲学でですね、あのちょっと曲名がね、何だったかな、ベルズっていう、あのベルね、あの鳴るベルですけども、ベルズっていうやつとかですね、 DNA とかあったかな、YouTube にもあるかな、わかんないんですけど、ジェフ・ミルズさんね、 DNA とかね、あのベルズっていうのがね、この2つは特にもすごくてですね、あの何がすごいかというと、もうあの曲の最初は、まずこうコアから始まるんですよね。で、だんだんコアでこうコアがこうだんだん広がっていって、こうビッグバンがあって、こうすごくバーッとこう広がっていって、で、いろんなカオス状態にこう、ね、なっていく、もういろんな、なんか生命のこうなんていうかね、バイブレーションだったりとか、ちょっとしたこうズレだったりとかね、なんか生命的なリズムだったりとかっていうものがこう、すっごくもう言葉は難しいですよね。とにかく聞いて、その一体化することによって、なんか宇宙の誕生と生命の誕生みたいな感じがこう世界が広がっていくんですよね。で、最後また一つに戻っていくっていう感じの、あの曲の構成だったりするんですね。それは DNA の方だったかな。ベルズの方は逆に、逆にじゃないですけど、あのベルズの方は、まず広がったいつものこう日常の世界から徐々に徐々にこう閉じていくというか、凝縮されていくみたいなね、あの構成だったかな。すいません、ちょっとちゃんと見ろよという話なんですけども、まあ、そんな感じで、あのでもこうちょっとね、著作権的にあの音とかも流せないので、それが残念なんですけども、あのとにかくね、あの詳細欄の方見てみてください。それで、この方はね、本当にすごいんですよね。あの電子音とかってやっぱあのね、流的とかそういうこうちゃんとした楽器で吹くとかっていうのにはやっぱかなわない。あの電子音だけで見るとかなわないんだけど、でも曲としてやっぱ電子音じゃないと、思った音とかって作るのとかもすごい大変だと思うし、あの生の楽器をサンプリングどんどんしていって、それを全部ね、あの再現するのもすごい難しいじゃないですか。なので、あの電子音はベストじゃないかもしれないんだけれども、あのトータル全部その響きとか、バイブレーションとかいろんなものトータルで一曲として捉えた時に、電子音でここまでやれるってすごくねっていう、もう本当すごいんですよ。あのジェフ・ミルズさん本当すごいんですよ。本当すごいんですよあの実際にね、もし、なんだろう、アメリカの方なのかな、ね、もしお会いできたらもう超嬉しいですよね。私も本当にすげえ方です。で、あの、まあ、才能もそれだけね、それをこうプレイする才能とか構成する才能とかもちろんお持ちなんだけれども、それ以上のもう
ザ・シャーマンなんですよ彼はね、うん、なのでなんだろうね、やっぱ神様とつながってるんだろうね、というかもう宇宙ですよね、どっちかというと根源神みたいな形なんですよとつながって音をね構成していて、タイミングとかも超絶妙なんですよ、もうこうなんていうのかな、リズムがあって、全てこうこのタイミングでこの音が入ってきて、この音に変わっていって、最後こういう風に縮んでいくみたいな、もう宇宙を体験できるわけ、本当の話で、もうアルファオメガの世界みたいな感じでね、これはなんかそこまでね、一般の人はハウスミュージックとかこうテクノが好きな方は当然神様的にご存知だと思うんですけど、一般の人は知らないと思うんですよね。一般の人とか、あと特にスピリチュアル系の好きな方にこそね、聞いてもらいたいんですよ。このベルズと DNA が特にいいですね。あと、まあ、なんかおすすめのね、リンクとか、なんか Amazon とかの、彼の露出鏡だったかなっていうような意味の、DVD があるんですけど、それもすっごいもうプレイを延々とし続けるだけのやつが流れるっていうね、かなりシュールなコアなやつなんですけども、それも私もよくまあ見たりとかも聞いたりもしてるし、車でこう流してね、映像流してて流しながら聞いたりとかしてるんですけど、やっぱねこう没入していっちゃうんでね、運転のなんか集中力も上がっていくし、あとこうなんていうか俯瞰的に見れて、なんか視野が広がる感じがあるので、うん、運転に向いてるかなと思うんですよね、彼の曲っていうのは、うん、で、まあ、あとこうテクノ系なんで結構こう乗る感じがするはずなんですけど、うちの息子の場合はそれをね聞くとね、車で聞くとね、必ずねもうどんな時間帯であっても別に眠くなくても寝てしまうというね、なんか謎ので、そこですごい夢を見るらしいんですけど、何かなんか面白いな、催眠導入みたいにもなるんだろうかとかね思ったりします。はい、なのでジェフ・ミルズさんはね、もう本当に本当に私はもうこうエネルギー的に言っても、もうだからねカオスなんでね、ちょっとねただの癒し系じゃないんですよ、ただ癒すだけ、ただなんていうかヒーリング、オリノコフローとかエイトの人なんだよ、エイヤーさんとかはもう本当に、救いとか癒しとかもう愛とかね、そういう光の方の方もすごく、癒しのもうすごくいいエネルギーが出ているので、あれも電子音だったりしますけど、やっぱ彼女の声ですよね、それによってもすごくいいバイブレーションなので、まあ、愛ね救いみたいなのがあるんですけど、もうジェフ・ミルさんはもうなんかね全てなんで、もうアルファオメガなんで、もう善も悪も全てがこう入っているというか、もう宇宙全てみたいな、か宇宙が好きな方はね宇宙とか、哲学的な意味でのこの全てとかね、ワンネスとかそういうのが好きな方には、そういう世界をねとつながりやすくなるかもしれないですね、音楽を聴いていると彼も、うん、なので電子音苦手とか、私もあんま電子音好きじゃなくてなんですけど、彼はもう格別です、これ言い過ぎですけども、本当に言い過ぎじゃないぐらい本当マジすごいんで、ジェフ・ミルズさんにもうなんかね本当会いたいですね、生でお写真とか動画見ても本当すごいんですけど、エネルギーすごいエネルギーを持ってらっしゃる、普段は普通なんですけども、プレイしてる時完全神がかっていらっしゃるので、ああもうで、いろんな神様というか精霊とかいろんなものとつながってるんですよね、その曲によってだったりとか場合だったりとか、もうシャーマン霊媒っていうんですかねのプレイをしちゃう人みたいな感じなんで、ぜひぜひ聞いてみてください。はい、ということで今日は超マニアックな話でしたけれども、いかがだったでしょうか。また音楽シリーズはね、私の好きな音楽とかはご紹介したいなって、エネルギーとかもね思います。あと、このコメント欄にこの人はどうですかとか、私はこれ好きなんですけどどうですかとか、スピリチュアル的にこういう音楽がスピリチュアルミュージックみたいな、わかんないですけどね、まあ、そういうのもおすすめとか、こういうの見ていただけたらとかっていうのもあったらぜひ書いてみてください。はい、では締めのティーシャです。はい、心を落ち着けて目を閉じてください。
ました。はい、ではチャンネル登録ね、過去動画、いいねボタン、コメントぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画で。